軽自動車界にミニバンブームが訪れる20年以上も前から、ホンダはその到来を見抜いていた。その証拠とも言えるのが1972年に登場したライフステップバンだ。その名の通り、当時のケースダンだったライフのメカを利用したショートノーズバンで、アメリカの貨物車の機能性に強く影響されたデザインが新鮮だった。基本はただひたすら箱。しかしほとんど水平と垂直の線だけで構成したところに、他のワンボックスとは違う意外なファッション性が宿っていた。次々と豪華さを競う傾向が強まっていた当時の軽自動車の中で、いわばジーンズ的な存在だったと言える。おまけに走りも乗用車に劣らなかった。乗り心地は貨物車らしくなく、高い天井が幸いして居住性も余裕たっぷり。ワンボックス的な角度のステアリングを握り、杖のように長いシフトレバーを操作すると、独特な楽しさに満ちた運転ができた。ほとんど切手ほどしかない小さなアクセルを踏み込むと、フロントに横置きされた 360cc の水冷 SOHC エンジンが2気筒とは思えないほど滑らかに吹き上がった。スポーツカーやレースだけでなく、こういう楽しいアイデアもホンダの得意分野だった。もちろんファンは大喜びで、シンプルなボディにそれぞれ工夫を盛り込んで愛用した。これを受けて可愛いピックアップ仕様も追加されている。しかし高度成長時代の中で商用車的な軽を個人用に使うというセンスは一般的ではなく、ステップバンも販売面では大成功せずに終わる。生まれるのが早すぎたと言えるかもしれない。そのアイディアを生かし、20年後の大ヒット商品となったのは、皮肉にもライバルであるスズキのワゴン R だった。しかし、ス
ステップ版の名称は、後にホンダのファミリーミニバンであるステップワゴンに引き継がれることになる。